千葉ロッテマリーンズにとっては1番1試合目となるこのマウンドには高野修太が上がりました。プロに入って初のこの先発のマウンドです。このボールもよく抜けてね、はい、立ち上がり腕振ってねピンチでしたけどしのぎましたよねこれね、はい、ストレートそしてチェンジアップしっかりとブレーキが効いていました。ランナー出しましたが初回を無失点ピッチング高野の立ち上がりです。対するソフトバンクホークスは大関がマウンドに上がりました。2アウトからランナー2人を出してバッター山口、ここは最後はサードゴロに終わりました。両チームともに得点はなくという立ち上がりになりました。動いたのは3回の表です。ノーアウトから満塁、フォアボールも2つ絡んでというところ、バッターが山川、高く打ち上げます。レフトは荻野隆、ここからタッチアップ、そして全ランナーがスタートしました。そうですね、ここの犠牲フライ1点仕方ないかな、フォアボールフォアボールでねランナー埋まったんで、はい、まあ、犠牲フライ1点仕方ないところをねちょっとこう進められたっていうところを痛かったですね。そして近藤の内野ゴロの間に今宮が生還、はい、2点を取りました、ね、内野ゴロで1点で2点目になってしまった、ちょっと痛かったですよね。そうですね、はい、しっかりとつないで得点を重ねてくる中で大関援護点をもらってからまたピッチングより乗ってきましたよね。これでしたね、先ほどね荻野の時もコーナーねきっちりこの天候悪い中でね、はい、やっぱいろんなとこ気使う中でよく投げましたよね、はい、このスライダーも素晴らしいですね。ポランコを三振に取って3回は見事三者凡退に抑えます。4回の表、この回から日本にスイッチ、このユニフォームを着てゾゾマリンデビューとなりました。この回のショートゴロ、小杉のエラーです。小杉ね大事に行ったんですけどね、はい、スローイングのところでやっぱりこう下が濡れててねボールが濡れたっていうところですかね、はい、痛いミスでしたね。その後です、ワンアウト満塁となってバッターは今宮、右方向へのタイムリーです。強い打球ですよね、まあ、反対方向を意識したきっちりとコンパクトにね力強く振ってますけどしっかりとコンタクトしてますよね。さらには柳田、この内野ゴロの間に1点です。まあ、内野ゴロや犠牲フライ、こういうところで点を積み重ねてきました。ツーアウトランナー2、3塁となって山川、甘く入ったボールをしっかりと捉えて2点タイムリー、6対0と4点をこの回追加しました。これで、ね、6点なんですが半分が内野ゴロと犠牲フライだったんでね。そして4回の裏です。山口のこのバッティング、まあ、感触は良さそうという話がありましたね。いい感じだったと思いますけどね、まあ、大関投手が、ね、しっかりとコーナー投げてましたね、はい、その後の岡弘美、このプレーも、ね、難しいんですけどね、うまいですよね、はい、カバーし合ってダブルプレー成立ですよね。ダブルプレーを取って結果的に3人でこの回は終わりました。5回の表、ソフトバンクホークスまだまだ畳みかけてきます。ワンアウト3塁で牧原、今日2本目のヒットがこの長打になりました。右中間抜けていくあたり、そして快速飛ばして牧原は三塁を落とし入れます。打った瞬間から全速力でした ね、9番バッターでやっぱりここまで打てるんでね、打線強力ですよね。そして川村が今日3本目のヒットがセンター前タイムリー、1点を追加して8対0、さらにリードを広げていきます。ワンアウト2塁1塁となって柳田、真ん中のボール岡の頭の上を越えていきました。この長打で10点目となりました。10対0リードを広げた福岡ソフトバンクホークス。5回の裏マリーンズ反撃です。佐藤俊也2本目のヒットが生まれて荻野隆引っ張った当たり、ここで1点を返したんですよね。そうですね、なんとかね意地でねこう荻野のね、まあ、1打席と似たようなね打球でしたけどね、間が来ましたね、はいはい、そしてランナーたまるんですがポランコ、これがショートフライに終わりました。大関は5回を投げ切って73球1失点という内容でした。そして6回終わって7回の表始まるときに、雨のため一時中断となって、その後コールコールドゲームということになりました。10対1、ご覧のようなスコアとなっています。改めて、なおさん。はい。